国際反ホモフォビア、トランスフォビア、バイフォビアの日、または国際反ホモフォビアの日とは、毎年5月17日に行われる LGBT の権利の侵害に対する認識を広め、関心を高めることを目的とした記念日である。5月17日という日付は、1990年の同日に世界保健機関が同性愛を国際疾病分類から除外したことを記念して定められた。 5月17日は2004年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州が、さらに2010年にはポルトガルが同性結婚を合法化した日でもある。2019年には台湾でアジアで初めてとなる同性婚を認める特別法案が可決された。2010年にはブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領が国の反ホモフォビアの日として正式に承認している。 また、過去ドイツにおいては5月17日は、刑法175条にちなみ、非公式ながら同性愛に関連した人認識されることがあった。国際反ホモフォビア、トランスフォビア、バイフォビアの人の提唱者である、ルイジョルジュタン国際反ホモフォビアの日は、フランスの大学教授であり、同性愛者活動家であるルイジョルジュタンが提案して2005年に始まり、 初年度は50カ国からイダホを記念して、キャンペーン、討論会、街頭でも展示、映画祭、集会などが開かれた。翌年の2006年に、欧州議会で同性愛に対する権悪を非難する決議文を通してイダホが承認された。同年7月のワールドアートゲームズで採択されたモントリオール宣言本文の最後でも、すべての国と国際連合に対して、 国際反ホモフォビアの日の承認と推進を求めている。2009年の国際レズビアン芸協会の国際連合経済社会理事会での承認と同協会の名称変更以降はトランスフォビア廃絶も行事の運動に含まれるようになり国際反ホモフォビアトランスフォビアの日という名称に変わった。2015年にはバイフォービアも運動の対象に含む改名が提唱され、 国際反ホモフォビア、トランスフォビア、バイフォビアの日となった。同性婚姻人再相当、台湾が誇るべき1日大物歌手からも、祝福の声続々政治中央社フォーカス台湾。japan.cnay.com。テイラー・ワッツ。2019年5月17日閲覧。ブラジルズ・プレジデント・ルーラ・ディクレス。ナショナル・デイ・アゲンスト・ホモフォビア・アーカイブド2011年7月25日。 アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、インターナショナル・デイ・アゲンスト・ホモ・フォビア,アトラフォービア。ユナイテッド・ステイツ・エンバシー・オブ・ロンドン。2015年9月8日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年11月1日閲覧。ありがとうございます。